らないから。この一撃で。油断しないように気をつけて。もうおしまいなの。
行ってくるね。大切なことだから覚えてくれると嬉しいな。じきじきに相手をしてあげるわ。じゃあ当たらないよ。はっ、じゃあはっ、じゃあ今度は聞こえてるの。そんな、そろそろ変わりなさい。主人公が負けるなんて。はっ、そんな私が負けるな。攻撃が効かないなんてどうなってるのよ。今日のところは見逃してあげるわ。覚えてなさい。待ってたと言ったわね。このままでは危険だわ。一旦引く。あの防御を崩してみるのも面白そうですが、残念ながらそんなことを試している余裕はなさそうですわね。強い、そして強さに見合うかっこよさ。私の負けです。私ではダメみたい。諦めるなんて悔しいけど、必ず強くなって戻ってくるんだから。怖い。あらあら、こんなのずるいよ。絶対仕返しするんだからね。この相手は私には荷が重いようです。今は逃げましょう。逆転劇を見たいところだけど、これは厳しいね。いやー、ひどい目にあったね。まさか私たちが手も足も出ないなんて。正直甘く見ていたわ。何なのよあいつは。私はあいつが私たちを知っていたことが引っかかるわね。そうかな。ゲーム業界で私たちを知らないなんて、ゲーム業界人じゃないの。これはきっとゲーム一般人だよ。私はどこか見たことあるような気がしてなりませんわ。ベールも実は私もなのよね。まさかとは思うけど、あのボディはラステーションのデザインに違いないわ。ただの真似じゃなく、そのままのデザインだったし。一体どこから。なるほど、ディーンボックスのデザイン、いえコンセプトを取り入れているから強いということでしょうか。ディーンボックスはともかく、ラステーションの情報を盗むとはいい度胸ね。チリも残さず破壊してあげるわ。あら、ノワール、気が合いますわね。私も見過ごすわけにはいきませんわ。このままモンスターが増え続けても困りますし、何か手を打つ必要がありますわね。手を打つと言っても、手も足も出なかったわけだし、不意打ちにでもする。そんな卑怯な真似できるわけないでしょ。ダメージさえ与えられれば、いつかは倒せるはずよ。正々堂々正面から倒すわよ。いつかって、それだとキリがありませんわ。
半日戦い続けて攻略できるようなクエストっていうのも燃えますわね。ベールは燃えるかもしれないけど、早く終わらせないと燃え尽きちゃうよ。やっぱり必殺技による短期決戦じゃないかな。そうは言っても必殺技は効かなかったが。いつの間に試したの？お話し中のところ失礼しますが、必殺技が効かないというならば、やはりここは相手に効く新たな必殺技、つまり新必殺技で挑んではいかがでしょうか。女神様最大の力を出した新必殺技を習得し、勝てなかった相手を倒し、ゲーム業界を救う、いい記事になりそうだ。少年誌にある燃える展開だね。私の新必殺技がゲーム業界を救う？悪くないわね。そうは言いますけど、そんなに簡単に覚えられるでしょうか。今まで以上となると難しいですわ。今まで以上の必殺技、私たち女神が最大の力を出す方法、プラネテウム。